初演のポスター、青髭孔の白作品 11SZ48 は、バルトーク・ベーラの作曲した一幕もののオペラであり、バルトーク唯一のオペラである。台本は、バラージュ・ベーラによる。中編オペラではあるが、ハンガリー語で制作されたオペラとしては、国外で取り上げられる機会が最も多い作品である。バルトークとバラージュを引き合わせたのは、 双方の友人である作曲家、コダーイ・ゾルターンであった。当時、バラージュとコダーイはアルームメイトで、バラージュはコダーイのためにこの台本を書いていた。コダーイを通じてバルトークと知り合ったバラージュは、1906年のバルトークのミ民謡シュ旅行にも同行している。1910年に出来上がったシナリオは、コダーイとバルトークの二人に検定された。 まず、コダーアイに作曲が依頼されたが、コダーアイは内容に共感できないと言って断っている。しかしバルトークがこの台本に興味を持ち、作曲を開始する。バルトークの次男バルトークペーテルは、講述する進行定版を出版する際、残されている資料によって、作曲のプロセスを明らかにしている。バルトークが作曲を急いだのは、 ハンガリーで行われた一幕もののお寺コンクールへの応募という動機が挙げられる。しかしこのコンクールには入賞できなかった。1917年、バルトークの次の舞台作品であるバレエ音楽、カカシ王子の初演が先に行われ、これが大成功を収めたため、歌劇場側も青髭校の城を無視できなくなり、この作品の初演が決定された。なお、 完成後バルトークは1912年と1917年に改訂を行って現在の版を仕上げている。現在の研究ではオペラ冒頭の前行上も改訂時に追加した可能性が指摘されている。1918年の初演後のバルトークとハーゼルベック、オスカル、デシュ1918年5月24日、ブダペスト歌劇場式、式エギスト単語。 ユディット、ハーゼルベック、オルガー、アオヒゲ、カールマン・オスカルその他の国での初演は、下記の通りである。オーストリアのウニベルザール出版社から、ボーカルスコア、フルスコア、およびリブレットが出版されている。ただし、このフルスコアにはドイツ語とクリストファー・ハッサルによる、英語の歌詞しか記載されておらず、オリジナルの歌詞である、ハンガリー語がなかった。アメリカのドーバー出版から、 ウニベルザール版のボーカルスコアのリプリントが出ているが、こちらにはハンガリー語の歌詞が収録されている。そして、ウニベルザール出版社も2008年に、先術した作曲者の次男、ペーテルラによる、新相改訂版を出版した。実質資料などに基づき270箇所もの修正が、加えられ、ようやくオリジナルのハンガリー語の歌詞が掲載された。 ただし代わりにドイツ語版は削除されている。全工場はペーテルが死に役、英語歌詞はハッサルのものをペーテルが肯定したものを使用している。青髭のモデルとなったと言われるジルドレー約1時間。一幕一場の物語なので場面転換や明示的な区切りはないが、便宜的に次のような場に分けられる。青髭の物語は、 シャルルペローにより確立されたが、バラージュの台本のきっかけとなったのは、モーリス・メーテルリンクの戯曲であると言われている。そもそもペローの物語やメーテルリンクの物語では、話は次のようになっていた。青ひげは外出するという理由で新しい妻に7つの扉の鍵を与え、最後の扉は決して開けてはならないと言い残して、出かける。妻は、 誘惑にかられその金を破る。その後の展開は、ペローの場合、妻は前妻が殺されていたことを発見し、兄弟たちに救出される。あるいは、メーテルリンクの場合は前妻が遊兵されていたことを知り説得するが失敗、自分は、城から出ていく。バラージュは、青髭を妻、ユビットに常に付き添わすことで、青髭の苦悩をも描き出し、猟奇的で、 絵体の知れない青ひげのイメージを背景に押しやり、男と女の葛藤に焦点を移した。そして地のイメージを全ての扉へ持ち込んで、形式感も作り出し、オペラとしての緊迫感も与えた。青髭は、本当は扉を開けさせたがっているのではないかといった、解釈の多様性も生まれた。またバルトークラと、同じく民謡からの影響下でテクストを書いており、 そのためバルトークは、先方性やアクセントの付け方など、自らの民謡経験を活かすことができた。しかしそのため他の言語に歌詞を置き換えることが困難となり、あまり舞台で取り上げられない一因ともなった。また舞台上の動きに乏しい、特にこれといった事件が起きないという、根本的な問題もあり、オペラとして上演されにくい要因と言われる。曲の日本語訳は、 以下の単行本に収録されている。この当時のバルトークは、リヒャルト・シュトラウスや、フランツ・リストなどから強く影響を受けた。最初期の作風からは脱し民族音楽の採取をはじめ、古代を通じて知ったクロード・ドビュッシーなどの影響を受けていた時期である。いわゆる初期作品と言えるが、すでに、バイオリン協奏曲第1番や、 弦楽四重奏曲第1番などを書き、翌年には、アレグロ・バルバロも作曲することになるなど、バルトをクラしさが十分に現れ出した頃の最も大規模な作品である。音楽は、冒頭の提言による導入から、五音階音が使われ、民族音楽的な雰囲気を持つが、蝶々、単調といった調整的な、親しみやすさは、あまりなく、先方による、くすんだ音色と、 三千音や単二度といった鋭い音程が支配的である。歌として親しみやすいメロディーもほとんどなく伴奏もオスティナートが多用され印象に残りにくいが緩やかにつながっていくそれらのイメージは城のつかみ所のない演出で重苦しい雰囲気を見事に生み出している。それだけに青髭によるあり幼稚の豊かな旋律と火星付けや 第5の扉の純粋な波長長などが圧倒的な存在感を放つことにもなる。前述したようにこの作品はプロローグから第7の扉までの8つの部分に分けられるが、大きく3つのグループに分けることも可能である。それは、プロローグから第2の扉、第3から第5の扉、第6から第7の扉である。 第2の扉までの城の生産さを見せつける部分までは、主に単調で、第3から第5の扉の青髭の富を見せつける、部分は主に蝶々で、そして、前菜の秘密が明かされる第、第6、第7の扉は再び単調で彩られており、シンメトリックな構造とも取れる。実際に、最後のグループは、最初のグループの再現的な音楽的内容が、認められる。 また音楽評論家のポール・グリフィスの説明によると、冒頭の a へ、腸から出発して、炭酸度の段階を経ながら、まず A2 腸、辺歩腸、次に、波腸、それから、胃腸に移行し、最後には a 腸に再び戻っていく、調整組織で、弦7の和音、つまり FDCAF の各腸の和音による連結という構造もある。いずれにせよ、 この作品では蝶による色彩の変化が重要視されており、バルトークは扉が開くたび、その音楽に合わせた照明を照らすよう色の指定をし、その印象をより明確にしようと試みてさえいる。これは後に、スクラービンが考案した色彩ピアノなどのセンクレートも言える。それぞれの扉での地のイメージは、鋭い単二度で音化されており、形式的な統一に役立っている。 はじめは、むき出しだった、その単二度も、第五の扉では背景に溶け込み始め、第六の扉に至っては、至るところが、単二度で埋め尽くされる。最後の扉を開けてほしいとユディットが口にする部分は、後年の中国の不思議な役人での、役人登場のシーンを先取りしたような苛烈さがある。バルトークが、なぜこの題材に作曲しようとしたのかは定かでない。 ただしこの後に続く舞台作品、かかし王子、中国の不思議な役人も共に、男女関係の絶望的状態にまつわる物語で、ある点は指摘できるだろう。またバルトーク・ペーテルが進行定番の中で、バラージュが書いた全工場を読めば、この物語は青ひげを題材にしているが、童話とは大して関係ない。実態は人生そのものを表した偶話であることが、 わかると語っていることも留意すべきであろう。青髭が主題の作品も参照。ありがとうございます。